日本近畿地方京都府京都市右京区、渦正広高地と、蘭電木士真座、アマテラス三神社地図渦正は、京都市右京区の地名。京都市右京区梅津井北から京都市北区に挟まれた住宅地が、現在の渦正の範囲である。木士真座、アマテラス三神社などの神社、京都最古の寺である広高地、蛇塚古墳などの前方公園墳がよく知られている。 広高寺は、旗市の宇治寺であり、国宝の木造弥勒菩薩繁華像を安置した、京都最古の寺である。日本書紀水古11年11月上には、聖徳大子から旗川勝が仏像を賜り、八岡寺を混流したとある。上宮聖徳大子伝補欠期、聖徳大子伝劇などは、旗川勝が聖徳大子に仕えて活躍したとしている。1931年に、 京都市に編入された。有力天皇の御代トライ系の豪族旗氏が絹をうずたかく積んだことから、ウトマンスケイコールうずまさの号を与えられ、これにうずまさの漢字表記を当てた。かつて多くの映画会社が時代劇映画の撮影所を置いていたことで知られ、牧野正造、牧野正弘親子らの牧野プロ、坂東つまさぶろうプロ、片岡知恵蔵プロなどのほか 中小の映画会社の帯正しい数の撮影所が密集し、やがて日活、小畜、東宝など大映画会社の撮影所に集約されていった。1950年代の時代劇最盛期は、この界隈は大変な賑わいを見せた。大映はすでに撤退したが、東映京都撮影所、小畜京都撮影所の2カ所のスタジオが、現在も映画、ドラマなどを制作している。 鉄道は、山陰本線、京福電気鉄道嵐山本線と北野線、京都市営地下鉄東西線の3線が通っており、渦政区域内には、山陰本線に、渦政駅、京福電気鉄道嵐山本線に、渦政広高寺駅、海古の八代駅、蘭電天神川駅、北野線に撮影所前駅、地下鉄東西線に、渦政天神川駅がある。 京福電機鉄道の渦正広高寺駅と、開港の八代駅以外の駅はてすべて平成になってから、開業した新しい駅であるこの魅力像はしばしば、国宝第一号として言及されるが、この像と同じく1951年6月9日付で、国宝に指定された物件は他にも、多数ある。広高寺の高参章、平凡社、世界大百科事典、畑川勝の港。 A.B. 渦政京都観光ナビ、2021年3月9日、閲覧。平凡社世界大百科事典、果たしの甲。ありがとうございます。